さて山口さん、はい、実はこの映像を撮る前に1時間ばかりストールを使って別の思想もしてたんですが、やりましたね。この映像はスタートキャスターを使ってコンデンサーを十何個も一回引っ返しながら音をどれくらい変わるんだろうというマニアックな、やりましょう、内容になっております。レスポール結構違いましたよね。そうですね、シングルコイルですからまた変わるんじゃないかな。構造としてはストラトキャスターではあるんですけど、はい、マスタートーンに改造してですね、あ、はいはい、そのトーンのコンデンサーが入っているべきところにワニ口クリップをつけて、簡単に交換できるようにしましたと、いう感じなんですけど、ね、ピックアップ全部を試していると大変なことになってしまって、もう耳が分かんない普通のストラトキャスターはそもそもリアにトーンを聞かないんですね。そうですよね、うん、フロントだけとかにします。そうですね、フロントが一番分かりやすいんじゃないですかね。それでちょっとバーって聞いて傾向を掴んでいただくと、まずじゃあこれ直結した状態、これでどんな音するか言ってみますか。はい、はい、まあ、淀みない、何も噛んでない音がしますけれども、ここにいろいろ挟んでいってどうなるかっていうのをちょっといきましょうか。はい、はい、山口さん、はい、とりあえず一番最初はものすごく、スタンダードな、そうですね、みんな知ってるオレンジドロップですね、はい、割とまあストラトっていうとセラミックねコンデンサーだったりしますけど、こういうオイルコンデンサー手に入りやすいってやったことある方も多いんじゃないかなと思いますんで、フルテンの状態でも全然違いますよね。ちょっとストラトっぽくなかったかな。おっぽくないというのはどの、まろやか、うん、あ、なるほど、優しすぎる気もしたね、うんうん、それこそもしかしたらこれはそのプラシーボかもしれないけど、レースポール的なふくよかさがあったような気もした。うん、で今トーンは6とか3とか、まあちょっとキリのいいとこ、キリのいいか分かんないけど、ちょうどいい塩梅のところにやってるんですけど、結構6でもしっかりこもりましたね。うん、全体的にこう柔らかい印象、めちゃめちゃ絞ってくれますね、あの3とかにすると。そうですね、ムンっていう感じまでちょっとジャジーなトーンまでいけるって感じですね、うん、でこれを基準にちょっと他のやつを試していこうかという感じですね。いきましょうか、忘れないうちにこれはスカッドのちっちゃ、はい、また豆粒サイズの、はいはい、これがセラミックコンデンサーですよね。そうですね、安心感がありますねこんな感じですよね、ストラトの音ってね。あ、ザ・ストラトっていう感じですか。うん、あのフルテンとかは特にストラトこうなんかこもらせることそんなないんで、うん、まあこんな感じだったかな。でもあの挙動としては全然自然な感じ、うん、しっかりこもる、うん、3とかになるとやっぱりもうちょっと使わないかな、もう原因下がっちゃってるな、うん、かなり効いたね、うん、なんかバンドの中で聞いたらあれをどっか行っちゃったみたいな感じありますね。そうですね、ちょっといなくなる感じありますね。フルテンの時のが結構違うのがやっぱり面白いですね。ブライト感がちょうどいい。おうおう、ちょっとこのギターの持ち主の編集部員に聞いてみましょうか。確かにあの黒の時にいつものですよね、いつもの感じですよね。もともと何につけついてたんですかね、これ。これなんですかね、多分セリアコンですよね。多分そうだと思います。うん、なるほど、じゃあちょっと次行ってみましょう。はい、今度はセントララブって読むんですかね、これは。ほいほいほい、
のオイルコンデンサーブルーのね、うん、爽やかなカラーしてますけども、爽やかな音がするのかどうかあと300ボルト、うん、まあね、耐圧がちょっと違ってきてますけれども、どんな音がするのか。やっぱり、うん、爽やかでしたね。割とシャランとした倍音が出て、さっきのね、あのオレンジドロップみたいなあのまろやかさっていうのはなくて、割としっかりそのいい意味での硬さみたいなアタック感は残ってくれてたかなっていう許容範囲というか。ローも元気になってましたな。うん、なんかすごい綺麗な感じがしましたね。爽やかって何の成分なんですかね、うん、何が爽やかさをさらっとして、やっぱりその倍音上の方だと思うんですけどね。倍音の出方がやっぱり偏ってるとエッジに感じるし、まんべんなく細々出てれば爽やかな感じがします、うん、あとローの出方だと思うんですけどね、うん、で6ぐらいまで絞った時も割となんていうの、こう使えないなって感じではなくて、割とそれこそジャズトーンとかジャズのバッキングとか、そうですね、ちょっとこうエレピみたいなサウンド出したい時にちょっとこうモジュレーション系と合わせてなんかまろやかな、ウーリッツァーみたいな音出すみたいなのもありかもしれないっていう気がしました。コンデンサーもすごい、なんか某清涼飲料水っぽいすごい明治通りな感じがしますね。そうですね、吸収良さそうですね。クサクサ88、はい、オリジナル、これなんかブラジルの方で作ってるらしいんですけど地球の裏側からありがとうございますこうやって名前結構いろいろ、それこそオレンジドロップとかなんかいろいろあるじゃないですか。なんかこういうのが入ってるとちょっと思い入れがあってロマンがありますよね。確かにブラジリアンシードっていう名前つけられてます。あのペーパーインオイルコンデンサー、うん、ちょっと楽しみですねこれもね。硬さが残っててくれてて、ストラトに使っても大丈夫なバリッっていうのはありますね、うん、ちょっと優しさを感じて、うんうん、セラミックコンデンサーまではいかないかもしれない、うんうん、普段レスポールとか使ってて、ちょっとストラトキンキンするなっていう人はこんぐらいの方がなんかね、うんうん、いいかもしれない。なんかでも最後にちょっと強めに弾いた時はしっかりアタックもいいっていうのが出てて、うんうん、対応力はちゃんとあるというか、うんうん、知らない人がこう聞いて、あ、変えたなっていう感じではないけど、うん、自分的にはなんかあのいい塩梅に変化を分かる程度だと思います。セラミックから変えると多少ちょっとこう太め、ちょっと柔らかくなったかな、いい塩梅だと思います。いい塩梅、うん、ジュピターという、うんうん、まあ、アンプとかのコンデンサーで割と有名なんですけど、うん、それのギターの、バンブルビー、そうですね、リスペクト系、はい、オマージュ系でかいっすねこれあのレスポール編でやらせていただいた時すごくあの感じも良くて、ね、あのお気に入りの一つだったんですけども、これストラトでやるとどうなるかっていう、はい、we'll be right back.
さっきの、ね、文脈で言うとやっぱりちょっとこうレスポール寄りになるの、うん、バリ感はだいぶまろやかになりますね。例えばリアハム、シングルシングルハムとかのギターなんかにはちょうどいいかな、うんうん、もしかしたらこっち系のコンデンサーは下伸びた感じがしたな、うん、そうですね、落ち着いた感じというか、うん、だからそのなんかハムの時の印象はすごく良かったと思うんで、こっち系のオイルコンデンサー、うん、だからやっぱこう今ね、まあ、3シングルっていう方だけじゃなくてハム、シングル、ハムもいますし、結構なんかそういうどっち寄りにするんだいっていう、シングル生かすのかい、ハム系に行くのかいっていうので、この辺の選択肢出てきますよね。明らかにこれ本当につないだだけで変わっちゃいますね。そうですね、フルテンで全然違いますもんね。ですよね、全然違いますよね。はい、スカッドのマイラコンデンサー、マイラコンデンサー、黄色いやつ、はい、グミみたいで美味しそうなやつ、うん、これまたね、ちょっと今までと色が違いますけれども、どんな感じになるかやってみましょう。なんでしょうね、その自然、普通にそのバリバリでもないし、まろやかでもないし、単純に心地いいなっていうサウンドですね。で、今もここまで弾いてきて、絞った時よりそのフルテンの時の方が違う。確かに。なんすかね。ね、フルテンの時の影響の方が大きいような気さえする変化量。うん。今回でも一番絞った時に、まあ他のと同様かなり絞れちゃうけど、うん、絞ってる割には攻撃が結構聞こえたんで、うんうんうん、多分こうカットするカーブが緩いね。かもしれないですね、うんうん、ちょっとそんなところありましたね。まあいいんじゃないですか、なんか、うん、こういうバランスに収まってほしい方は、うんうんうん、そう優等生、うん、そうですね、優等生って言ってもいいかもしれないです。うん、全体的に音の粒立ちがいいなっていう感じですね。うん、そのストラト的なのかとかレスポール的なのかっていう以前にいい音してたと思いますね。はい、今度はマロリーマスタードフィルムコンデンサー、フィルムコンデンサーマロリー、これちょっとちっちゃめのね、うん、こうこじんまりした感じ、うん、セラコンとかに近いかな、うん、ちょっとガリガリしてます、バリッとする感じがあってアタック感はしっかりある、うん、バリバリでこう、まあ、絞っていった時も、まあ、6ぐらいまでは結構その音色の調整として使える範囲で、まあ、3までいくとやっぱり、まあ、どれもやっぱりだいぶいきますね、うん、ストラトの場合はやっぱり3まで行くとちょっと輪郭なくなるかなっていう感じはします。うん。
口でうまいこと言えない。あの低音源のなんかアタックの感じが他と違ってちょっとあのコンプ感っていうと変な言い方になりますけど、それね俺も感じた。あ、ありましたやっぱり。なんかちょっとコンプ感っていうかみんな大きい方に行ってる気がした。ああなるほどなるほど。ちょっと押される感じが一瞬あったような気がしました。それっぽく弾いた時にもなんか粒が揃ってた感があったかな。果たしてコンデンサーにそんな効果があるのかとか、非常にそこは微妙な話なんで俺もちょっとそれ言わんとこうと思って言うまいか言うまいか勘違いなのかどうなのかみたいな、そのぐらいの世界になってきますよね、これね。何言ってんだこいつらって思われたらそうですねとしか言いようがない。そう、沼のやばいところに足入れて、だいぶ来ましたね、だいぶ縁に来ました。またさっき弾いたジュピターというメーカーのやつで、レトロレトキャパシタよく見るねやつですよ。これ評価高いですけども、さっきレスポールで弾いた時はちょっとこうミッドがね出るような感じで、往年の感じがしましたけれども、今回は数値的に言うとあの、はい、いわゆる 0.047 って書いてなくて、はい、0.05 って書いてますけど、まあだいぶ近いですよね。まあ、差範囲ですね。そうですね、じゃあちょっと弾いてみます、はい。傾向は近いかもしれないです。ミッドがやっぱり出る感じ。ただあの、まあ、ストラトだとレスポールで感じたほどの感じはしない。柔らい出るけどもミッドが出るっていう特性は近いかもしれない。ちょっと原因高い。原因高いかな。ちょっとラウドに聞こえた。まあ、それが多分 ミッドが来るからかもしれない。弦がちょっとこなれた感じ、あの弦張ってちょっと1時間ぐらいした感じの稽古、もしかしたらその、 あのセラミックコンデンサーと比べると、そういうミッド感、どうです。確かに収益すごいしっかりしてて、ただ尖った感じはないけど優しすぎもせず、抜け感はありますよね。ギターらしいといえばギターらしいのかもしれない。前に出てくれそうかなって感じですね。そうですよね。みじっとした感じ。モントルの、レトロバイブシリーズはですね、なんか58年から61年製のプラトに取り付けられたキャパシタを再現した的な、フィルムコンデンサー。なんか見たことあります。なんかもう茶色くなってペタンなやつ。確かにそうですね、その色がそんな白いからあの新品状態を見るとちょっと、中に入って、使いやすいというか、あんまストラトの音ですねっていう感じをしつつも、でもまあいわゆるセラミックコンデンサーよりはちょっとやっぱ角落としたような、切っ先落ちたような感じはするかな。それがなんか太さとして感じられるかもしれないし、なんか落ち着きって感じられるかもしれないし、まあ割と好きな音色はしてますね。
これもさっきコンプみたいな話ありましたけど、ちょっとなんかネチっていう感じが、ああネチ感ね。すみません、なんかそういう擬音ばっかりで、うん、粘りですかね、うん、そうですね、うん、それこそこうブルースでちょっと粘るような演奏される方、どちらかというとジャキジャキのこうカッティングっていうよりはちょっとブルージーな太いレイボン的な音色みたいなのを目指している方は割と好きかもしれない、うん、これが俺がって前に出るタイプには向かないかもしれないけど、うんうんうん、ちょっとこうね、いつも一歩下がったところで、うん、っていうのがちょうどいい、そうそう、うん、リードも弾くぞっていう感じ、うんうん、なんかチャキチャキのこうリズムギターだけっていう感じじゃなくて、うん、チューブスクリームを踏みますみたいな感じ、そうですよね、なんかね、うん、ちょっとそういううるさくない感じがしてるんですね、みんなに好かれる感じがね、うん、万人受けするかもしれないですね、もしかして。はい、山口さん、今度は、はい、これは戦国伝承さんで書いてたヴィンテージもので、うん、アルコアって書いてあるんですけど、風格ありますね、はぁ、い、見た目以下にもヴィンテージですね、かっこいい、年上なんでしょうね。0.047 100V 耐圧がちょっと低め、うん、枯れた音するかな、どうかな。ヴィンテージな音がしましたけどね。なんだろう、具体的に言うと硬いんだけど、それこそなんかカントリー的な50年代のストラトキャスターみたいなパワーがありつつも、うんうんうん、こうアタッキーな膜はかかってないですよね。なんかこういうこう適当にいいところ間引いてる感じがするんだよね、うんうんうん、ピュッピュッてこうちょっといっぱいいろんなとこ小さく下げてる感じがあるんですけど、なんかパワー感はあるんだよね。好きでした、あの、うん、端的に言うと、あの多分オリジナルのストラトキャスターにこれは乗ってないと思うんですけど、なんかえあ そっちかなって思わせるようなことがあって、ベテランの異様時間もあります、異様時間年上っていう感じのちょっと慣れた感じのベテランの異様時キラーワード出ましたねそういうコメントしたいな、ちょっとそうありたいベテランの教授目指そうエマーソンのペーパーコンデンサー、うん、ロゴがかっこいいで言えてないですけどロゴがかっこいいね、はい、はい、なんかちょっとアメリカンの雰囲気して、うん、それこそなんかあのコカ・コーラとかね、昔のそのレトロな古き良きっていうようなデザインのアメ車みたいな感じ、そうですね、うん、このデザインだけでもね、なんか気分良くなる感じはしますけど、ちょっとやってみます、フルテン。としてていいですね、これは非常に使いやすいというか、あのピッキングタッチが素直に出てくれる感じがします。これはおっさんっぽいけど元気な感じ
おっさんっぽいけど元気な感じ。おっさんぐらい。なんだろう。うん。深みがあるんだけどなんか明るい。うん。明るさすごく際立ちますよね。うん、なんか軽薄さがない。うん。そうですね。なんかこう若いチャラ男とは違う。そう、いろいろやってきて、うんうん、勤めて明るく振る舞ってる。あ、やっぱ走りはいるんですね。もう瞑想してきたな。コメントが。でも印象すごく良くて、なんだろう、ストラトにも合うなっていう感じがしますね。うんうん、どうです？なんかさっきはベテランの気持ちって感じです。まあ、これに関してはまあ40代真ん中から50代ぐらいの。ちょっと若めの若めのちょっと一歩動かしておくだけどんな人だろうそれ。ちょっとキラキラ感。ああ、なるほどね。はい、オーバルトーンのヌエデバイス、ヌエ、はい、コンデンサーのような挙動をする、はい、デバイス、それのうちの、今4つあるんですけど、ロッソっていうやつ。ロッソね、ちょっと赤いやつ行ってみましょうか。いきます。違いますね。全然。そう。これ多分満場一致ですよね。うん。全ポジション使えるね。全部。うん。絞っても残ってる輪郭が。だから3とかいくと今までだとね、もうどうしようかなって感じだったと思うんですけど、それがしっかり残ってるので、だいぶ幅広く、うん、サウンドチューンできる感じがしますね。これ。ハイカップのだけじゃないですよね、これやっぱり、うん、ローとかもなんか うまいことバランスよく削ってる感じします、はい、かもしんない。なんか、うん、そう思う、うん、そう感じさせる。一瞬ね、なんかリバーをかけたって思った。あー、空気感というか、なんかね、響きがよく見える。うんうんうん、そう、フルテンの時もね、すごくあの素直な感じで、そこにはなんかエフェクトがかかってるとか、そういう印象は全然ないんですけど、でトーン絞っていくと、あれこんなんだっけっていう、うん、今まで全然挙動違うなっていう感じがしましたね。で今度はネロ、うん、ネロ黒いですね。さっきどうだっけな、レスポールの時ちょっとこう1、2弦がグッと出てくるような印象だったような気がするんですけど、どうかな。そうですね、上がやっぱりきらびやかになりつつも絞っても全然いる。優秀じゃないですか、これはみんなつけるでしょっていう。それはと、ね、よく使う人なんか特に。なんならでもこれちょっと絞ったぐらいじゃあんまり効いてないというか。そうですね、もっこんもっこんにしたい人は逆に言うとこれじゃないかもしれない、うん、本当にレコーディングの時にちょっとだけ絞りたいんだよなっていう、うん、すごいシビアな。まあ、レコーディングの時っていうよりは、そのなんかこう機材が限られてる時、なんかこうもうアンプもバッキンバッキンで、ああどうしようかなーって時に絞るっていう方がもしかしたらシチュエーションとしてあるのかもしれないし、
あと昨今 の, そのデジタル系のなんかこういろんなデバイスでちょっとこう例えばね上の方が若干こうやかましいなみたいな時にクッて入れるっていう、クッて入れる、それこそ今6まで絞ってますけど9とか8とかぐらいの使い方でもいいのかもしれないなっていう、それでも自然にいくっていう感じ、いや、いいですね。なんかフルでも1枚薄いのなんか被せてるんだけどちょうどいい被せ方してる、整える感じありますね、そして今度は同じ上のビアンコ、これはまたこのねこの線が金色と、これだけなぜか金色なんですよ ね、ちょっとこうリッチ感が出そうな気がしますけど、なんかそれこそ高級感、ハイエンド感、擬人化するんですね優しい人笑顔が素敵な感じ、包容力があるというかね、そう、まあ、こっちのわがままもた、ね、受け止めてくれる感じがしますよね。だからその EQ でねこういろんな音作りするっていう時にも全部出てますから、挙動としてはちゃんとハイカット 一番他のコンデンサーに近い挙動な気はしましたけど、それでもやっぱちゃんとハイ出てますね。そうですね、そうですね、出だしがちょっとこういっぱい出てるからちょっと急激に聞こえてしまうかもしれないですけども、基本的には使える音でずっと落ちていくっていう感じですね。4つ目オロオロ、はいはい、黒くてねこれも金色でリッチな感じがしますが、違いますね、あのなんかね音程感があるというか、気温っていうんですか、気温がしっかりしてる感じがあって、なんかこうメロディーとか単音のものはなんかこうイメージしやすいというか、どん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 つながっていきやすいというか演奏、しやすい感じがありましたね。でもカッティングとかやってもしっかりそのコード感も出てくれるんで、いろんなこうフレーズだったりとかコードだったりとか、そういうのこだわり持ってる人、こう何椅子入れるんだぜとかやる人とか、このクロマチックフレーズでとか、割とそういうちょっとこうヤングギターのこうね講座でいっぱい勉強してるような方とかは好きな方多いんじゃないですかね。これ音色一発で持っていく、ウェアーッとこう羽織らせてとかやる人はちょっと違う、多分レンジ的にはさっきのに近い感じもするけどね、キャラクターは違うね、でもね、ちょっと背景感あるかな、かな、なんか小指の出方とかミッドのバランスとかはさっきのと変わってそういう風に聞こえるかもしれない。
ちょっとフォーカス感があるかもしれない、うんうんうん、散らばってはない、ね、うん、なんかちゃんとそこを出したい人が作ったもんね。どこまで狙ってんでしょうね結構狙ってる気がするね、この4つはね、うんうん、面白いな、全然違いますね、うん、これこんな、これどんな人ですか。結構周りの人にはその結構完璧っていうかできる人で結構明るい人に見えるんですけど、一人になるとなんかお花を一輪挿しのお花を取ってるとか一人酒してるようなちょっとプライベートと公やけでのギャップ感がある感じがそこまでそういうアバター作って映像に入れてくんない面白すぎますねそう聞いてる後ろの人とはこう歩いてるようなアバターで、あー、専門であのチャラン聞いた時の感じがそんなあのプライベートも出てるのしてるねなるほどね、そんな気がしてきました山内さん、はい、その後お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや勉強になりました。これだいぶこれも違いましたね。そうですね、何個ぐらいやったんでしたっけ、うん、ちょっと後で数えておきます違うっていうのはなんとなく見聞きして知ってはいたんですけれども、ここまでまた、あ、やっぱ改めてこのスパンで変えてみると全然違うなっていう、うん、ストラトはストラト、またレスポールはレスポールで、またその変わり方っていうのも違うし、うん、まあ、あとそのハムね、その混合の、ギターだとまたどうしようかなとか、こう作戦練るのも楽しそうだなっていう感じ。そうですね、だから ツートーンのストラトのそれぞれに別々のものを乗せる、そこまでこだわってもいいかもしれないですね、こんだけ違ったら。ですよね、うん、それで またミックスとかも入ってきて、そうですねいろいろ面白いと思います。ちなみに山口さん、お気に入りをあげるとすると、はい、ちょっと今ね手に持ってますけど、やっぱりこれプラシーボもあるのかセラミック、これなんかやっぱりスタンダードな感じがしたんですよね、まあ、これもみんな、うん、まあ、なんていうか慣れ親しんだっていうところで、これでもやっぱりこう面白いなっていうの、これね、ビアンコですか、うん、だからやっぱどれもそのストラトだとこう絞っていくと結構ガッツリいかれるので、なかなかちょっと使いにくいというか、そのトーンでこういろいろ運用すると結構難しいなと思ってたところ、これはですねやっぱりある程度こう残ってくれるので、やりがいがある、いじりがいがある、うん、そしてこのその中のこれビアンコでしたっけ、これはなんかすごく最初からこうスワーってこうワイドレンジに出てくれてて、なんか楽器のポテンシャル引き出してくれる感じがあってね、すごくお気に入りですね、うん、まあ本当にこれって好みの世界の問題だと思うんで、そうですね、まあ高いものもあれば安いものもあるので、うん、気軽に試していただければ、そういうような助けになればいいなという映像でした。そうですね、これ結構簡単にできるんでね、うん、ハンダちょっとやれば割と誰でもできると思って、ぜひ試していただければと思います。